JR バス関東宇都宮支店。JR バス関東宇都宮支店は、栃木県羽賀郡羽賀町にある JR バス関東の営業所。2013年4月1日より、現在の場所に移転した。移転前は、宇都宮市一の沢にあった。宇都宮支店、カラスヤマシャことも、もともと、鉄道線の先行という使命があった。改正鉄道布設法別表によると、 以下のような路線が計画されていたことがわかる。現在、宇都宮支店が担当している、水戸再線は、この第37号の先行路線に近いものであり、また水戸東線、一部は、水戸支店が担当するが本線は、宇都宮支店が、担当と直通することによって、第38号の先路線という使命も持っていた。近年まで、茨城交通との相互の入れで、 宇都宮三戸の直通運行が行われていた、先明の水戸もこれに由来するが、1979年に、相互乗り入れは中止され、翌年には、長倉宿伊東が廃止された。1994年5月までは、茨城交通との乗り換えで移動することはできたが、これも現在は廃止となっている。路線の遠隔等詳細については別項参照のこと。一方、 カラス山車庫が担当していたツネ線は、第36号の先行路線にあたるものであり、建設に先行して営業を開始した。結局、鉄道が開通することはなく、国鉄 JR バスによる運行が続けられていた。末期には、モテゲ駅出動を宇都宮支店の担当とし、途中で接続する形態をとっていたが、その後ツネ線は廃止となり、 鉄道線の先行という使命は失われた。カラス山支店は、その後宇都宮支店に統合されることになるが、宇都宮支店が担当する、水戸再線は、県庁所在地発着であることや、住宅地を持つことが幸いして、都市型路線へと変貌を遂げた。区間便も多く設定され、最終バスも21時台まで延長される、一時期深夜バスも運行されていたなど、 スイート再生の使命は、鉄道線の培養へ変化しているとも言える。かつて、宇都宮支店のあった宇都宮市の沢は、東武宇都宮駅前より 1.9km 西にあり、朝夕の通学便、支店隣に、作新学院があるが、支店近くにあった、作新正門前はステまマで運行されていたのを、野添いは、東武駅前宇都宮支店間はすべて改装で、運転されていた。 この間の停留所も関東自動車のエリアということもあり、長らく2カ所しか設置されていなかった。2001年のバスカード導入に際して、乗車方法並びに停留所ポール統一化の際に、東武駅前宇都宮支店においては、関東自動車に合わせて停留所を設置。ちなみに、東武駅前停留所は以前は、宇都宮市場町と呼ばれて、東武宇都宮駅と大通りの間に、 宇都宮市場町駅という自動車駅があった。また、宇都宮支店との出入小便についても全便の旅客取扱いを開始した。同時に、作新学院 JR 宇都宮駅の区間においても、運行当初は上記の理由で停留所が設置されておらず、クローズドドア扱いだったが、関東自動車に合わせて停留所が設置されている。2012年11月までに、 JR バス関東は、芳賀町の芳賀工業団地内に用地を取得。2013年4月1日、宇都宮支店は、従来の宇都宮市一の沢から同地に移転。運行ダイヤも見直され、東北新幹線上り始発便に間に合う便などが新設された。なお、支店の移転に合わせて、芳賀町によって、支店隣接地に芳賀バスターミナルが整備され、2014年6月6日に、 共用開始、バスターミナル内には、トイレ付きの待合室、駐車場や駐輪場も設置された。佐野新都市、バスターミナルにある窓口は、宇都宮支店の発出所の形で運営していた。現在は、佐野支店が運営。トレーンスイート式島、新有田んぼメニューの日光ルートで使用するバスも、投資店で担当する。栃木県内には、宇都宮支店の他佐野支店。 西那須の支店の三支店が存在するが、車両のナンバーが宇都宮、と、地ぎ、那須と、それぞれ異なる。現在は、車両配置なし、スイート再選の主な運行系統、東部駅前、宇都宮東部、ベルモール小尻山、一部は清原球場を緩和、関東自動車のベルモール、猛火営業所、益子駅前方面の路線と重複する。ふとし文字停留所は、 途中始発終着の設定がなされている、停留所の概要。水戸再線、水戸東線は、かつて、茂木線と呼ばれ、国鉄バスが1937年、昭和12年3月31日、栃木県宇都宮市を起点とし、同県羽賀郡にわたる東部を網羅する、一部、茨城県中西部にも、豪路線を有していた路線として、 宇都宮そぼいもてぎ館などで営業開始された。その後、宇都宮側の水戸再線と、水戸側の水戸東線に分割され、一部便は茨城交通の運行となった。もてぎ線と呼ばれた当時は、国鉄猛河線もてぎ駅を中心に、栃木県東部地域、現在の芳賀町、市会町、もてぎ町など、や茨城県西部地域、現在の日立大宮市、 北千代田市、白里町などを結んでおり、その全区間を運行する宇都宮水戸便のほか、宇都宮市の沢や市城町を起点とし、栃木県東部地域を網羅する区間便、宇都宮小銭山、宇都宮茂木駅、宇都宮そぼい、宇都宮下、桑島、宇都宮板戸、宇都宮、木内、宇都宮道場宿、宇都宮道地など、や、 午前山村から大宮町日立大宮駅を経て、日立大田市の日立大田駅に至る便、茂木町午前山村間の区間便、茂木駅山内など、多数の系統が設定されていた。なお、最も距離の長い宇都宮水戸便は、宇都宮市場町バス停を起点とし、宇都宮駅、羽賀町表室、そごい、茂木町市街地、午前山村、桂村午前山駅、 城北町石塚を経て、水戸駅を終点として、戦後昭和30年代初頭には1日3往復運行されていたが、全区間を通し運転する便は1979年、昭和54年に廃止された廃止時、直通便は1日1往復にまで減便されていた。現在、宇都宮水戸間を一般道経由で運行する。 路線バスは運行されていないが、2009年9月以降、関東自動車、茨城交通、関東鉄道の共同運行による高速バス、北関東ライナーが、北関東自動車道等を経て、運行を開始している JR バス関東は2015年12月現在では、参入していない。その運行概要は、関東自動車、柳瀬営業所北関東ライナー、 茨城交通北関東自動車道方面の高山省のこと。運行経路、宇都宮市場町大通り、当時の国道4号宇都宮駅国道123号、峰町、石井町から、小尻山標出栃木県道69号、道場宿、芳主撃線、そぼいち花から、国道123号、茂木中川橋、長倉塾も善山駅から、 上、あの座、下、あの座は、青山、上屋、靴、石塚、大分原、大前、水戸駅。運賃。茂木線の、主な区間の運賃の経緯を一下に示す。参考として、その当時の宇都宮、水戸間鉄道。当時は、国鉄東北本線、水戸線、常磐線、営業キロ、95.6キロメートル運賃を、併記する。路線車は、 トラックス旧、日産ディーゼルの3メーカー車11両を使用している。都市型路線を要する投資店の車両は、都市型の路線車がメインで、かつては土浦支店など多支店からの移籍車や中古車も導入していた。一時期 JR バス関東では、初の大型ノンステップバスの新車が継続導入されていたが、その後は再び中古車が導入されている。 2011年には、東急バスから、三菱不走、エアロスターノンステップバスが移籍。これにより、宇都宮支店には、国内4メーカーのノンステップバスが揃うこととなった。2016年5月以降路線車は、全車ノンステップバスとなった。2017年3月には久々に、新車、イスズエルガノンステップバスが3台投入され、同数の在来ノンステップバスが、 土浦支店に移籍した。なお、投資店の路線車は、支店制度導入後から1992年、導入車までは国鉄バス職で導入されていた JR バス、関東全体でも最後の国鉄バス色であったほか、現在は栃木県バス協会の指導により、競合他社に合わせ、方向幕の位置も他の地区と異なる仕様になっており、部内やバスファンからは、 宇都宮仕用と呼ばれていた。これも、支店レベルでの決定事項の一例である。以前配置されていた高速車は、三菱、日野菓子隊であり、マロニエ、新宿号の運行開始当初は、他支店からの移籍者や、貸切車からの転用者が多かった。2009年11月1日の佐野支店開設に、伴い、宇都宮支店が担当していた高速バス路線は、佐野支店に移管され、 車両も転属した。貸し切り車両は、多支点の高速車を転用した車両と、各支点を転々としている、ビューバスが配置されている。高速転用車は、車内トイレが残地されているが、基本的に使用禁止である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。